はい、どうもこんにちは。第27回、10月10日第27回ミュージックナウナウやってまいりました。先週はね、食べたい新曲、2週連続でしたけど、今週はいかに、じゃあ2位から5位をご覧いただき、1位を吉崎さんに朗読か歌を歌っていただきましょう。じゃあどうぞ。はい、こんにちは。10月10日じゃないや、10月10日がとうとう、食べたい、今週の一夜ね、食べたいでサイコさん、カルビーのポテトチップスのコマーショです。まだ音源ないんで朗読します。食べたい、あながち間違ってないよ、むしろそれで合ってるよ、だけど言ったら終わってしまいそう。少し間のある電話、なんとなく始まった会話、意味はなくても秘密の答えはある。あなたを思う日しか体に何も残らない。折り返す夜、もう少し起きてて。向こうで何飲んでるの、どんな服着てるの、どんな服着てるの、今私と喋って大丈夫、でも聞けそうで聞けない、言えそうで言えない、明日は何を着ようか、雨が午後から降るらしい、どうでもいいや、今何してるかな、ちょうど良いほどの心はいらない、何も残らない、あなたはたった一人しかいないの、優しくしてくれるから冷たくされても、忘れられると到底思いないから、キレキレでよく呆れて食べた愛、折り返す夜、もう少し起きてて、些細なことで強く日々は続く。向こうで何飲んでるの、どんな服着てるの、私と今喋って大丈夫、でも聞けそうで聞けない、言えそうで言えない、ということでね、9月25日私たちと食べたい両 A 面、発売中です。よろしければお買い求めあれ。それじゃあね、エンディングに行きます。それじゃあまた来週、シャキラウ。はい、どうもいかがでした。愛子さん人気曲第1位、頑張りましょう。ということで、9月29日ね、愛子さん両 A 面、食べた愛、私たちね、そして3曲目は列車が入っております。もしよろしければお買い求めあれ。じゃあグッド評価、バッド評価、グッドバッド、あとチャンネル登録、こちら過去の動画こちら貼っておきます。じゃあ課金課金ダブル、カッコアラ、アイコチャケ、シャケマ、マイネキングアンドクイーン、第28回目でお会いしましょう。シャケナウ、シャケ。